毎年恒例、長野市の商業高校が運営する長商デパートがオープンしました。今年で100回目、感謝の気持ちを込めてもてなしています。いらっしゃいませ。石焼きいかがですか？つぶ貝、ホタテ、エビの。長野市の長野商業高校でオープンした長商デパート。こちらでは北海道産のサンマを買い求める人で行列ができています。1匹140円、大人気となっています。何匹買ったんですか？ 18。近所にあげようと思って。安いんじゃないですか？今までスーパーで200円で買いました。新鮮な魚が揃う鮮魚コーナー、一押しはこれが1杯1400円のズワイガニで、これから冬になりにつれて、まあ、カニっていうのが美味しくなるんで、まあ、それ買って美味しい冬を過ごしてほしいなって感じで。他にも玉ねぎは1袋3個で100円、長茄子は5個入りで1袋180円など、この安さも長商デパートの魅力の一つです。仕入れから販売まで生徒がすべて手掛けています。リンゴと白菜とサンマ、まだそっち回っていいね、うん、毎年だから、うん、地元の人にとっても恒例の一大イベントは、商売の基本を学ぶ実践の場として1916年から始まりました。戦時下には中止したものの、コロナ禍も縮小して続け、今年は100回目の節目の年。記念グッズとして過去のポスターがデザインされた切手を販売したり、八幡屋磯五郎とコラボしたオリジナル七味の商品開発に挑戦したりしました。今までこうやって100年続けられたことに感謝もしたいんですし、100年に行くまでに多くの方に携わってもらっているものになるので、お客様にそう接客をしながら恩返しとかしていきたいなというふうに考えています。生徒たちが作るラーメンも人気です。目玉商品は味噌ラーメン。麺もちょっと太くてプリプリしてて、専門店かなぐらいな美味しさです。スープで使う味噌は生徒たちが味見をしながら独自でブレンドし、麺も試食を重ねて決めたこだわりの一品です。お客様の笑顔と喜ぶ姿を想像して作ったので、やっぱ一番は美味しく食べていただきたいし、私たちも笑顔で食べていただきたいです。生徒たちの思いが詰まった長商デパートは、あさって20日までです。